2012年3月、17かな今日。雨降ってますね。これは愛知県のとある場所なんですが、野鳥ですね。全日本野鳥の会、なんでもないんですけど、これ何ですかね、これ。なんちゅう鳥だこれ。珍しいな。鳩かこれは。なんだこれ。鳩か。これ何？なんていう鳥？野鳥の会の人、教えてください。コメント欄に書いてください。これはなんていう鳥ですか？俺、一人で寂しく。手ぶれがちょっとする。すみません。これは何の鳥だろう、これ。雨降りなんだけど、今雨降ってる、小雨降ってるんだけど、小雨をね、全身に浴びながら、ぽってりと太ってるね。何食べて生きてんだろ、こいつは。今全国のね鳥が、自然の化学物質によって数を減らしている、なんかよくわかんないけどスズメも減ってるんだよね。でそこから原発事故が起きて、でさらに減るんじゃないかっていうね。あのチェルノブイリでも実際に原発事故によって鳥の数が減少しているという事例がね出ているんで、ごめんね、今車が通ったから車避けましたわ。チェルノブイリ事故でもやっぱり鳥の虫とか鳥がね減ってるんだと。チェルノブイリ事故 で福島でも鳥の数が減ってるっていうのはこれ研究結果として間違いなくこう日米研究チームによってデータが出てるっていう状況なんだけども、鳥ぽってり太ってるね。これムクドリかな、ヒヨドリ、これ なんていう、野鳥の会の人コメント欄に絶対書いてください。これなんていう鳥ですか、お願いします。これ鳩かな、わかんないな。まあいいや、そんな形で雨降りの、飛ぶか飛ぶか、お飛ぶか飛ぶか飛ぶか、お、なんやこれ、なんちゅう鳥なんだよ。おー、俺に捉えてること気づいてないぞこいつ、拡大だから捉えてること気づいてないぞこれ。ライフルだら確実にこれ撃てる感じだよね、ライフルでバーンって。まあそんなことしないですけど、まあ鳥さんでした。毛づくろいしてるね。これなんて言ってるか教えてください。お願いします。